タミヤ14分の1電動ラジコンカー組み立てシリーズ、メルセデスベンツアクトルス3363、組み立て、第9回目の紹介です。ギアケースの組み立て、デフギアの組み立てになります。説明書で言うと012、013、014の組み立てになります。難しいところはありませんけれども、012のこのギアの手で、一番気をつけるのは、薄いワッシャーが入ってますね。これは必ず入れてください。これを入れないと、異音がしてうまく走りませんので、これだけは絶対忘れないように。あとグリスアップが必要です。グリスはキットの中にこのグリスが入ってますけれども、そんなに使う必要はありませんので、使い古しの歯ブラシとかで少しこう、つけるだけで結構です。たくさんつけても遠心力で飛んでしまいますので、その点は少しで構いません。後の整備の時に困る場合もありますの で、こちらの方をこの形にして 2mm のネジで留めるとこの形になります。で、大事なのはラジコンの場合は1箇所作ったら確認、必ずこれをしてください。こちらの方にどうやって確認をするかっていうと、次の工程でこのタイプにシャフトをつけるようになってますんで、仮で構いませんから、シャフトを刺して手で軽く動くように必ず確認してください。この時に動かないと、もう一度元に戻って、組み直しになります。手で軽く動かないととてもスムーズには動きませんので、このようにします。で、こちらの方のギアボックスの箱を用意して、これが組み込みになってます。で、こちらの場合はタミヤの場合は段付きになってますんで、ケースをやってもパチッとはまるようになってますので、で、こちらの方で14番等の組み立てになりますので、ギアケースが2つ形がありますので、このような場合はこういう方ですね、これを入れてこういう形にして、向きを間違えないようにしてください。長い短いってありますんで、そしたらこれの形をこの形に合わせてこの形に入れます。で、シャフトが長い短いがありますんで、これとこれですね。で、こちらにメタルとベアリング、メタルとベアリングがついてますんで、ここの溝にはめます。このようにはめます。グリスは少量で構いません。で、これパチッとはまりますんで、で、こちらの反対側が六角のワッシャーが入るようになってますんで、締めていきます。ワッシャーも表裏がありますんで、平らな方がギアボックス側になって、面を取ってある方が表に来ます。
力のかかるところなもんですから、ナットのネジが多いもんですから、最初にご用意しておくとスムーズにいきます。最後にこちらの平らなところをデーカットってよく呼んでますけど、これをこういうジョイントの、六角レンチで締めるネジでこれで締めます。丸いところじゃなくて必ず平らなところで締めてください。この平らな位置ですね。これでギアケースがこの一つの形のと同じくこれで二つのと二種類作ることになりますので、これをジョイントでつないで、これをギアケースを後ろの方にフレームのところにつけるのが次回までの、次回の工程になります。今日はこのギアケースの組み立てのポイントをお知らせしました。よろしくお願いします。